ファイヤーバードを攻略したことにより、すっかり攻略する面白さに目覚めてしまった二前青年であったが、スロプロにはなりきれず、その後は職を転々。平成3年10月からは大手樹脂メーカーの工場に勤務していた。8時間ごとの1週間3勤交代制、毎日スローを打てる時間が得られ、楽すぎずきつすぎずの仕事で周りもいい人ばかり。この仕事なら続けられるなんて思い始めていた。だけまたスローか。今度俺にも教えてくれよ。いつでも OK っすよ。じゃお疲れっす。しかしそんな矢先、事件は起きたのだった。それは幼なじみのウエポンと近所のホールで打っていた時のこと。ウエポン、どうかしたか。腹立つわ、隣。ああ、座っていきなりビッグ引いて、そこから連チャン止まんねえもんな。おかしな打ち方してるし、なんか怪しいんだよな。こっちは2万もぶっこんでるのによ。おかしな打ち方？ハサミ打ち？周りに気使ってテンパイオンを鳴らせないようにしてんのかな。いや、順押し以外じゃ子役こぼしまくるセンチュリーでそれはないか。あれ、あいつただ挟んでるだけじゃなく一枚掛けで打ってんじゃん。お、テンパったけど一枚掛けで冗談じゃ。え、三枚掛けに変わってる。どういうことだ。なんだよ今の。これが後に世界全滅打法と呼ばれるセット打法との出会いだった。なあ、絶対怪しいだろう。なあ、めちゃめちゃ怪しい。何勝手に俺の店で出しまくってんだよ。完全に頭きた。俺ちょっと裏で締めたい。待てよウエポン、別にウエポンの店じゃねえし。もう少し様子見ようぜ。うまくいけば俺たちも真似できるかもよ。マジか。でも俺たちが見てるのバレたらやめちゃうかもしんないから、ウエポンは横見ないで普通に打っててよ。俺がウエポン越しに監視するからさ。よし、わかった。こうしてしばらくその男を観察していると、そうか、7がテンパイした時点で2枚コインを追加するのか。それが受け付けられるんだ。そういや、この台生産ボタンを押すと1、2枚しか払い出しされず、1ベッドだけ残るのが前々から不思議だったんだけど、もしかしたらそれも関係あるのかもな。よし、とりあえず流れは大体分かった。まずはクレジットゼロで生産ボタンをオン、コインを1枚投入してレバーオンで、左リールに7を狙ってと。よし、これはまあわけないと。次にハサミ打って右リールに7を。滑った。あいつもここで手間取ってたし、どうやらランダムに滑りが発生するのかもな。けどそれさえ乗り越えられれば、来た、転売。ここでコインを2枚追加するとベッドランプが、くー、ダメか。なんか見ようとして、てめえ、いつまで俺の店でおかしな真似してんだ。おい、なんだよ急に。アブ、もうダメ、俺限界。あちゃ、名は体を表すとはよく言ったもので、もともとウエポンは名字から来たあだ名だったのだが、成長するにつれ本当に兵器のような男になってしまったのである。ちょっと来いや。ちょ、話せよ。切れたウエポンを沈めるのは容易じゃないんだよな。ま、5分して戻らなかったら様子見に行くか。しかし、あと少しだったのにな。お、あ、2枚追加できた。ってことは、え、なんだよ、中も滑んのかよ。けど、とりあえず2枚追加は成功した。よし、もう一度。が、さっきはなんでできたんだろう。何してたっけ俺。あ、そういやレバーを長めに。
という具合に試行錯誤していると、じゃあ今度は生産ボタンを押したままレバーをゆっくり下げる感じでスタートで、できた。そしてついに人生初のセット打法によるビッグボーナスをゲットしたのであった。できたそこからは思いのままに7を揃えられる面白さに完全に魅了され、ブリブリビッグが連チャン。中段では7は揃わないことや、押しっぱなしにするのは生産ボタンだけでも良いことも分かった。そしてすっかり忘れてたけど、どうやら無事だったみたいだな。追い返してやったぜ。あ、すげえ出てんじゃん。ウエポンにも手順を教え、何か問題を起こしかねないから本当は教えたくなかったけど。で、ここでコインを追加だな。そう。うひょー、すっと楽しい。ウエポン、声でかいって。その日センチュリーで一番出している台より多く出さない程度に喜びを味わったのであった。翌日からは仕事帰りに数軒のホールを回った。ウエポンといつも一緒だと怪しまれるので基本別行動で、時間をかけ少しずつ出玉を増やすスタイルでセンチュリーとその兄弟たちで稼ぐ毎日。日頃から平で打っていたためリール制御も熟知していたので、左リール7、青リンゴ、ピエロからの順押しならランダム滑りに邪魔されないことも分かり、準備目から瞬時に決める手順も考案。怪しまれることなくセットライフを満喫していたのであった。この調子なら車も買えるかも。それから一人暮らしも始められるぞ。いや、それどころか人財産築けちゃったりするんじゃないの。ところが、あれ、マジか。ここもかよ。アブ、ダメだ、こっちも全滅だ。マジか、一昨日まで何の問題もなかったのに。ほんの数日の間にほとんどの店で対策が取られてしまったのであった。俺、仕事辞めようと思ってたのに。よかったな、辞めなくて。はあ、でもせめて車だけでも手に入れたかったな。こうしてわずか1週間足らずでセンチュリー兄弟の攻略はあっけなく終了したのであったと思っていたのであるが、あれ、この台、対策されていないセンチュリーの兄弟機リバティベルと出会ってしまったのである。この出会いが二千青年を大きな濁流へと誘う呼び水となったのであった。